なししてきた。えらいえらい。おはよう、お布団から無事出られましたって。よかった。職場で食べたい系のパンなんやねってこれどういうこと、かっこ粉こぼれるやつってどういうこと、職場で食べたいってなんか職場に嫌なことでもあるん、恨みでも、あ職場ならこぼしてもいいかみたいな。おいしい。保存料ゼロ。デニッシュ生地にグラニュー糖をまぶしてさっくり焼き上げました。どう考えても美味しいよね。うん、美味しくない、美味しくなるはずがないよね。美味しくなる、いやまだまだまだ、いや美味しくなるはずがないは嘘、美味しくなくないはずがないよね。うん、今普通に悪口言ったもん私。間違えて、日本語って難しい。うんふん、食べ慣れとるやろ。学生時代の私のお供。私さ、朝ごはん全然食べない人なんですよ。でも私は朝ごはんこれだったら食べれる。5本入りを少しずつ我慢して食べられるなっちゃん尊敬って。バレてますね。5本入りなんですね、さっくりさとちゃん。今知りました私も。これは普通にスーパーで売ってるんだけど、スーパーで売ってるんだけど、なんか九州山口限定っぽい。でも広島売ってたよ。広島にもありましたね。グモニンでございます。グモニンです。うんふん、美味しくならないわけがないよね。なっちゃん釣るときにはさとちゃん釣れる。何パン？デニッシュ生地。そう、アペルシリーズね。あのね、チョコのパンも美味しい。朝の30分ってあっちゅう間に過ぎるよね。だって今7時35分だよ。みんな今ただいま7時35分です。にゃみー。アペルシリーズのチョコのやつも好き。おはよう。サブローさん100回目の訪問ありがとう。ぜひコメントしてってね。あら、今日も朝からめちゃくちゃべっぴんさんありがとうございます。さっくりさとちゃんは甘くて白い砂糖かかってますか。はい、たっぷりかかってますたっぷりかかっております。夏ゆきさん、おはよう。なんかすごくとてもいい名前です。トククさん、ピーナッツありがとう。おはようございます。お、そのシリーズ朝食でよく食べてるよって。私と一緒やん。私あの学生時代ほんまにこの子に助けられた朝食欲がない私に食欲をもたらしてくれるこのパンのシリーズ。あ、板チョコクロワッサン、え、そんなのあるん。何それ、他のパンや、パンですか。さっくりさとちゃんのさとちゃんってやっぱ砂糖の里なんかな。私もそんな気がする。今日の夜配信も20時からします。今日はツインテールの日なのでツインテールの私が見れちゃうかも。お楽しみに。
チョコのパンってどれって。嬉しい、なんかすごいめちゃ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 興味持ってくれて嬉しいよ。あら、私携帯なくした。今パンを捜索している間に携帯なくしました。昼は何食べよっかなーって考えてる。考えてあげるわ。油そば、じゃあ油そば。私が今なんか油そば食べたいけん油そば。でも油そばって見つけるのむずいか。ラーメンじゃない。北海道練乳いちご食べたことないです。ツインテールとシュシュありかも。なるほど、チョコ好き広島在住の自分をスーパーで探してみる。さっくりさとちゃんはねチョコ入ってないんだけどね。待って、このようなものが存在するらしい。さっくりさとちゃんの、え、待って、私これ見たことないんだけど、ちょっと待って、こんなものが存在するらしい。さっくりキャラメルのさとちゃん、嘘でしょ。私長年さっくりさとちゃん推しとして生きてきましたが、このようなものがあるなんて。ちょっと待って、朝の衝撃、2月2日の朝の衝撃、嘘でしょ。何これ、私キャラメル味のもの大好きなんですけど。ちょっとさ、これどこに売ってるのですかっていう話。キャラメル、なんかいいね、早起きするといいことあるね。おはよう。直営のベーカリーショップあるの。え、じゃあ焼きたてのさっくりさとちゃんとか食べれる。またなっちゃんに影響受けてまう。店でパン探してみようって、探してみー。キャラメル出会えたらちょっとみんな報告よろしく。限定なのかな、限定商品なのかな。あ、でもあのこのフランソワのアペルシーズってやっぱロングセラー、なんかこう代表としてさとちゃんシリーズがあれなんだって。え、あ、北海道練乳いちごってそういうのもあるんだ、私初めて見た。え、待って、絶対私が、これ絶対私が好きなやつがある。待って、こんなの見たことないんだけど、これ絶対私大好き。見て、甘い牛乳ドーナツってこんな長い。私こういうの大好きなんだけど。ちょっと待って、北海道練乳くるみ、やばい、くるみパンの中に練乳入っとるやつもある。待って、アペルさん天才的かもしれん。あ、そう、あの私がそう、さっき言ってたチョコのやつはこれ、プチチョコってやつ、これです。これも美味しい。なんか知らん、なんかお惣菜系もあるんだね。なんか知らない味のやつがいっぱいあるぞ。何何、いやーいいですね、早起きをすると。実は私たちが食べていたパンにこんなに種類があったなんて気づけるんですね。ただいまの時刻は7時41分です。なっちゃん時報、なっちゃん時報、7時41分です。朝の衝撃ニュースですね。なんそれね、びっくりした。キャラメルのやつめっちゃ美味しそうよな。よな、限定の限定なんかな。ミドルネームがついとる。そう、キャラメルの塩キャラメル食べて、そうやけん、さ、最近さ、本当にさ、キャラメル、なんか最近っていうか、私本当になんかふとさ、キャラメルが食べたくなる人間なんよ。
ふとキャラメルが食べたくなってキャラメルを買っちゃうような人間なよ。でも今これこのキャラメル食べながらさっくりさつちゃんを食べればちょっと口の中で完成させることはできる。寝落ちしちゃったんですか昨日は。あら、おはよう。ダブルチョコ。お、キャラメル味。カーモノリストの歯磨き粉の下に書いてよって。ナイス。あ、まだ朝食食べてないけどパンの口になってます。でもこれはパンを食べる。ベーシベーシベーシ。ガモさん600回目の訪問ありがとうございます。ありがとうガモさん。なっちゃん、さっくりさとちゃんのアペルシリーズってのが山口広島にはあるのね。そうそう、見た。なんか全国的なやつではなかったらしい。そう、私の学生時代を彩っていたパンです。アペルシリーズっていうのをなんかラインの中にさとちゃん、さっくりさとちゃんっていうのがある。おはよう。KHK さん200回目の方もありがとう。おなっちゃん地方助かるわーって。いえいえ、めっちゃ助かりますって。いえいえ、なっちゃん地方かわいすぎますって。ようかのさんありがとうございます。なっちゃんの学生時代を彩るパンといえばさっくりさとちゃん。じゃあこの配信は8時までしますね皆さん。あら、救急車。朝から出動お疲れ様です。ただいまの時刻は7時44分。7時44分なんかどこのなんか韓国の方みたいな。よふんさん、韓国の人の名前みたいな髪型した。45分になりました。45分。いやでもね、なんかね、救急車よく通るっていうのはね、なんかね、なんでなんやろ。別になんかさ、近くにさ何かがあるってわけじゃないんやけど、なんかね、噂によるとなんかよく救急車が止まる建物があるらしい。その建物でマジ何が起きとんやろって思うけど、怖いよね。ねえ、お、チーカーなに見逃し回避できました。よかった。私は後で YouTube で見ます。 YouTube で見れるんだっけよね、確か。いよふんさん、いそうって。いそう、よふんさん。お、仕事行く準備できてやっと配信見れるって。土いそちゅんちゅん。うんうん、なつき以外の女が目に留まらなくなったのなぜなぜ。それはもう恋です。大きい緊急病院あるでしょ。それがないんですよね。そう、建物って病院じゃないんですよ。普通に人が住む建物。さっくりさとちゃんのダブルチョコあるの。美味しそう。救急車乗ったことあるねんって。私救急車乗ったことないね。あ、 YouTube 分からんけど TVer か。 TVer じゃわ。 YouTube でも見れる。
はよう、みんなおはよう。ドル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 。大きい建物に1万人くらい住んでるっておもろい。まあ1万人住んどったらね、こんな毎日救急車も来ますわ。朝配信助かるわ。いいえいいえ。そっくりチーズの外ちゃん気になる。え、そんなさ、そんないろんな種類あるの？やばいんだけど。サックでさとちゃんいろんな種類あるの知れて嬉しい。恋ダンス、そう恋ダンス、なんか恋ダンスを踊るガッキーが可愛いっていう動画を最近見て、紅白でなんか恋ダンスを踊るガッキーが可愛いっていう動画を見て、ガッキー可愛いって思った。こんばんは。なんか私は物騒な場所に住んどんかもしれん。なんかようパトカーが鳴り響いとうけん。野球場、あ、今日はちいかわたちがヒーローショーに行ってました。あれ、むちゃうまん、むちゃうまんの話が続いてるのかな。おはよう。え、てかさ、最近知ったんやけど、ちいかわのラッコさんってめっちゃイケボなんやね。なんかめっちゃ可愛い声してるんかなと思ったら、めっちゃイケボらしい。おもろいわー、ちいかわ。あ、ただいまの時刻は7時49分、7時49分、もうすぐ7時50分になります。8時にお家を飛び出ようと思っている人、布団から出ようと思っている人は覚悟を決めてください。今日も一日頑張ろう。はよ。限定でさっくり鍋ちゃんあった。それ嘘嘘。お、今日はちいかわパジャマ着てるよだって。今日はね、今日は私はジェラピケです。かわいくない？このシリーズのやつ超かわいいよね。じゃん、シュナウザーです。コウジさん、スペースシャトル、え、なんかいいな、スペースシャトルで、スペースシャトルで出勤とかしたいよね。なっちゃん覚悟、そう覚悟。あ、会社8時に会社飛び込もうと思ってるって。お、じゃあ覚悟を決めてください。おはよう。インヌかわいいやろ。え、めっちゃかわいいやろインヌ。しかも私の大好きなミニチュアシュナーザー、はなちゃんに似てるんです、だから好き。おはよう。朝からなっちゃんの、そうだよ、朝から夏季サディスティックなやつめ。ヘリで出勤したい、いいね。タカスクリニックかなって。でてて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 、イエス、タカスクリニック。石油王になろう、みんな。かわいいよね。インヌです。なっちゃん S だだってどういうこと？あ、サディスティックって、え、 S、 え、ド S のさ、ド S とかド M ってさ、 S ってサディスティックって意味なの？ほい、サディスティック。え、じゃあド M の人はマジェスティック？え、確かに、なんかド S、 ド M っていうさ言葉あるけど、あれってどういう意味なんやろ。なんか語源を知らずに言っとるわ。
マゾ？あ？マゾ？なんじゃそりゃ。おはよう。職場変わって通勤1時間かかってたのが1分になりました。嘘でしょ。もうそれ家か。あ、そういうことか。お家でできるようになったってことか。マゾサド、何そのマナカナみたいな、ちょっとみんなやめてくださいよ。マナカナみたいな感じ言わんといてくださいよ。まあ、マゾサド、マゾサド、サディスティック、マド、うん、サド、サディスティックサド伯爵、これなんていうの、なんていうの、こうん、なんとか尺、知りませんか。わからんっす。お、朝 CM 流れてるよって、ありがとう。なっちゃんって手振ってるよって、うれちー、うっちーさんありがとう。あ、コンプラですかこれは。はい、謎ですね。タクトさん、うん、謎です、謎ですね。これは謎である。なんか朝から話したらコンプラらしいよ、みんな。この話、しゃっくりが止まらん。謎ってことにしよう。すべて謎に葬ろ。謎ですにゃん。そうですにゃん。コンプラいかがりそうな単語や。朝じゃなくてもダメらしい。え、私そんなこと言っちゃった、やばい。ではそろそろ行ってきます。なっちゃんツインテール待ってるね。お楽しみに。夜配信は20時にします。夜配信は20時にします。あ、やばみー、わかんにゃいね、わかんにゃい、もう猫だからわかんにゃい、うん、わかんにゃいです。はい、猫にゃので、猫にゃので、すべてニャゾです。まあそこまでなの、ウケる。え、やだ、なんかなんとかサディズムで調べてくださいって、絶対なんか怖いの出てくるやろ。今日は沖さん起きてない、あは、取り締まる方はいないから。あ、7時55分です。皆さん7時55分です。8時に布団から出よう、もしくは出勤しようっていう方はもうそろそろほんまに覚悟決めてください。というか焦り始めてください。焦り始めなよ、7時55分やよ。ゴミ出したかい。今日はゴミの日じゃない、イエイって、イエイ、いいね、朝から元気が。卵ダブルマフィン復活してる、それマックの話かな。え、復活したん。なんかなくなるみたいに噂されとったやつに入っとったん。あ、ゴミ出していきます。ナイスナイスです。今日もみんなの朝の平和を守りました。私の任務、朝の任務は完了でございます。あ、ちょっとおはようツイートしよう。おはようツイートします。なので皆さん、なので皆さん、いいね、リポスト、おはようのコメントお待ちしております。よろすすお願いします。わ、今日は2月2日ビビの誕生日です。ワンピースのビビの誕生日です。おはよう。そう、朝のルーティーンよ、みんな全部しないとですよ。朝が始まりませんわよ。
じゃあ8時になったら壇上読み始めます。あ、推しですって。ビビ推しなんだ、可愛いよね。仲間と呼んでくれますか。おはよう。私がモーニングルーティンの位置。じゃああともうあと2分ですね。皆さん今日も一日頑張っていきましょう。私はこの後ちいかわを見ます。ちいかわちいかわ、かわいいなー。シーサーかわいいなー。おはよう。ヤソップ推し、おもろいな。おはよう。今日の夜配信は、今日の夜配信は20時からします。今日はツインテールの日らしいぞーということで、まあ 98% ぐらい楽しみにしていてください。ではでは、もうそろそろ、もうそろそろ8時になるので配信終了します。そういえば言い忘れてました、インスタの写真めっちゃ可愛かったって。ありがとう、にじりんごさん。そう、インスタもね今日もまた投稿しようと思っているので、今日は久々のある投稿でございますので、久々のとある投稿でございますのでお楽しみに。じゃあ壇上見ます。13位、あ、8時になりました。13位カルカンさんありがとうございます。12位奈良さんありがとうございます。11位渡辺さんありがとうございます。10位焼きそばさんありがとうございます。9位なでなにくんありがとうございます。8位コージさんありがとうございます。7位ハイキーさんありがとうございます。6位タイムファイヤーさんありがとうございます。5位にじりんごさんありがとうございます。4位せいやんさんありがとうございます。3位山勝さんありがとうございます。2位じとくさんありがとうございます。そして第1位けんけんさんありがとうございます。はい、というわけで今日も皆さん頑張っていきましょう。夜配信は20時からです。それでは今日も皆さん元気に学校お仕事頑張ってください。お休みの方はゆっくり休むんだぞ。それではみんな今日も元気にいってらっしゃい。また夜配信で会いましょう。バイバーイ。そう、20時です。いってらっしゃーい。